宮森小学校米軍喫威落事故とは、1959年6月30日に、アメリカ合衆国島地下の沖縄、石川市で発生したアメリカ空軍機の航空事故である。宮森小米軍ジェット喫威落事故とも、1959年6月30日午前10時40分頃に、アメリカ空軍の海 -100D55 から3633号機が、操縦不能となった。 パイロットは空中で脱出、機体は民家35棟をなぎ倒した後、石川市にある宮森小学校の途端、屋根校舎に衝突、さらに隣のコンクリート校舎を直撃し、炎上した。事故直後から軍警省の各部隊が事故現場に急行し救助活動に当たった。被害者の治療のために沖縄本島中部に在住する医師のほとんどが駆けつけた。 事故による火災は1時間後に沈下したが、死者17人、重軽傷者210人、校舎3棟をはじめ、民家27棟、公民館1棟が全焼、校舎2棟と民家8棟が半焼した。また、火傷による、後遺症で事故の17年後に1人が23歳で、亡くなっており、死者の合計は18人となる。事故当時、学校には、児童、 教職員ら約1000人がいた。当時は2時間目終了後のミルク給食の時間で、ほぼ全児童が校舎内にいた。特に直撃を受けた2年生の教室の被害が最も大きく、火だるまになった子供たちは、水飲み場まで走り、そのまま次々と息絶えたと伝えられている。また、校舎から離れた場所には苦しみながらうずくまる児童や、負傷して横たわる人。 泣きながら我が子を探す親もいたという。事故を起こした米軍機は事故直前に中華民国で整備が行われた後沖縄のカデナ基地に戻って整備不良が発見されたため整備し直して試験飛行している最中に操縦不能に陥った。パイロットは機種を人家のない丘陵地帯に向けた後パラシュートで脱出したが事故機は右に旋回して宮森小学校に墜落した。 墜落直前に5 0ラム爆弾を海上を投棄していたことが1999年になって判明した。事故直後から全沖縄で反米感情が高まり、折しも米軍による土地接収が強行されていた時期と重なって激しい抗議行動や保障要求が行われた。また当時の市長は賠償交渉を円滑に進める。 意図で事故の復旧に貢献したとして米軍に感謝状を送っている。米軍はこの事故の保障として総額119,066ドルを支払った。死者は4,500ドル、重症者は障害に応じて2,300から5,900ドルが支払われた。ただしこの額は被害者側の要求の1割程度に過ぎない。仲良し地蔵。ありがとうございます。